三遊亭新倉は、大阪天満寺町出身の落語家。本名は、田辺米三郎。俗に、幽霊新倉、または、冷やし雨の心座新倉。聖歌は、花屋で自身は、演山流聖歌の資格を持っていた片原勝つらふみ、と同じ天狗連をやっていた。1909年に、女性問題で、トラブルになり上京し5代目、雷門助六に入門し、 小六で、初講座。二代目竜帝左竜の下で落語を傾向づけてもらい、怪談話に精進する。1911年に、師匠スケロクが、新昇宗名を機に、自身も、古今帝神倉と改名。江戸と上方の寄せを行き来する生活が始まる。大正初年頃に三代目、桂文段治の大役で、お岩の幽霊を務めたお縁に怪談話に演じる、ことになる。 1923年の関東大震災で震災し、東京を離れ、大阪を定住し、吉本工業専属となり三遊亭丸子の身内になり、三遊亭新倉と改める。丸子と共に旅回り専門となり、全国を怪談話だけで旅に出る。この頃に幽霊新倉と呼ばれるようになる。戦後は、髪型で数少ない明治から継承されていた古い怪談話を演じる。 落語家として重宝される。絵心があり五代目昇福低昇格の落語僧の同人で、髪型はなしの差し絵を描いていた。その他にも話し家の写真をこまめに撮影したり、紙粘土で人形を作り、家復帰人形と称して話し家に反復したりした、1958年まで講座に出ていたが、後に散歩中にスクーターに足を引かれて骨折し講座を離れる。晩年は、 弟子もおらず、身寄りがなく、大阪養老院で三代目、桂米長、三代目、極道南寮に世話になる。二代目のゴロベーは入門当時弟子のように可愛がられ、晩年階段話講座にかける際は、幽霊役を務めていた。得意ネタは、初代、三遊亭窓川さんの古い方の、四谷階段、ボタン道路お岩、二人お岩など、ありがとうございます。